こんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。本日はですね、目元の老化現象についてお話をしたくてですね、まぶたのたるみ気にされている患者様すごく多いかなと思いますので、それに関する理由だったり、予防するのどういうことがいいかだったりというのを授業でお話をしていきたいと思います。まぶたといった時にですね、基本的には上まぶた下まぶたあるので、上まぶたが皮膚がこうたるんできて目が開けにくくなったとか、腫れぼったくなったとか、二重幅が変わってきたとか、これも老化現象ですよね。あるいは下まぶたがたるんできてシワが増えたとか、クマが出てきたとか、そういったものも老化現象ですね。いずれもですね、皮膚だけの問題じゃないんですよ。もちろん皮膚を年齢とともにコラーゲンだとかエラスチンだとかそういうものが減っていてですね、皮膚自体もこうたるみは出てはくるんですけど、それ以上に加齢に伴う変化の大きいのは骨の萎縮、骨が変化してくるということなんですね。この眼球、目玉を覆っているここの眼窩と言われる骨のこの、くぼみがあるんですね。その眼窩と言われる骨の形も年齢とともに変わるんです。年齢とともに眼窩が拡大、大きくなってくるんです。それによって目玉、眼球と骨の位置関係がずれてくる。それによって眼球の周りを覆っている脂肪の組織だったり、靭帯と言われる組織だったり、こういったものの位置関係が微妙に年齢とともに変わってきて、それでクマが出てきたり、シワが目立ってきたり、まぶたが垂れ下がってきたりというようなことになるわけですね。予防していくためには、骨の萎縮と抗わなきゃいけないんですね。なんかビタミン D のサプリがいいとかそういうことを言ってらっしゃる先生もいますけど、悪くはないと思うんですけどね。でもやっぱり人が老いていくものですからね、どうにもならない部分もあります。骨をどうにか治すっていうこともなかなか難しい。一つはヒアルロン酸を使って骨が痩せてるところにちょっとヒアルロン酸ジェルを入れて、少しこう組織のこの土台となる骨の位置関係をなるべくヒアルロン酸で支えていくってことも一個あります。あるいはこうリガメント靭帯と言われるところの靭帯を少し支える感じで、靭帯の下にちょっとこう靭帯すくい上げるイメージでヒアルロン酸を置くとかっていう技術もあるんですね。こういったもので形態学的な位置関係をなんとかなんとか維持するってことはできるんですけど、でもそれでもやっぱり難しい場合もあります。あとはちょっと見させていただいて、ヒアルロン酸を打たない方がいい目元の方もいるんですよ。だからそういう場合は外科的な治療が必要になったりするかもしれないですね。まぶたのやっぱりこう皮膚自体を切開して取るとか、目の下の、脂肪の組織を除去するとか、あるいは痩せてる部分に脂肪を注入するとか、そういった外科治療が必要になることもあるんですよね。今の状態リセットするというわけでもなく、ちょっと現状維持、こうアンチエイジングというか、スローエイジングっていうんですかね、させていくって意味で言うとサーマクライとかハイフとか、そういった機器系治療もご紹介できるんですけどね、という感じでしょうか。でも垂れ下がってしまったら、割とどうしようもない、目元に関しては結構難易度高いことが多いと思います。こめかみが痩せてるとか、この目元が痩せてるとこにジェルを入れて少しこう皮膚を少しテンションをかけて支えるっていうことは多少はできます。でもそれもちょっと限界があるので、見させていただいてそれでやっぱり物足りないなという場合はやっぱり外科の先生をご紹介してっていうこともゼロじゃないですかね。そのサーマスクールアイとかハイフはもう垂れ下がったものではなくて、垂れ下がる前に使うしかないんですかね。垂れ下がった状態でも使うことは可能ではあるんですけど、日々私がこの授業で言ってるように、ああいう機器系の治療はこう緩んでるのに、そうやって引き締めることができても、今の状態リセットするまで絶対いかないので、治療のゴールや意味付けのところがご理解いただけてる場合にはベストの治療なんですけど、だいたい目元はね、私見てると結構やっぱ症状が出てからいらっしゃる方が多いので、でこのクマをねなくしたいのよねって、どれぐらいなりたいんですかっていうと、もう結構昔の写真出してね、これぐらい目元になりたいとか言って、ちょっとそうなるとやっぱり外科の話一回聞いてみてくださいという話になることありますね。ただ今ちょっと悲しいお話ばっかりしましたけども、ヒアルロン酸だとか、リジュランだとか、そういった治療、注入治療で結構いいとこまでいける場合もあります。プレミアムピアルフィとか
まあ、そういう再生料を使うこともありますし、まあ、そこはちょっと見させていただいてかなとは思います。ちなみに西川先生、その目元のたるみ、はい、予防として何かやってることありますか？目元はサーマクライは受けたことあります。あのすごく今目の悩みがあるわけではないんですけども、まあ、予防という観点で現状維持するためにも受けたことあります。あと若干私ね、もともと若い時からそうなんですけど、まぶたが結構腫れぼったくて、二重幅も結構狭い奥二重で、目にちょっとコンプレックスがもともとあるので、まあ、今だから一生懸命あれですよ、二重のラインを化粧で描いてるぐらいなので、サーマクールとか当てるとちょっと目の開きよくなって、アイラインが引きやすくなったりとかして嬉しいなっていうのもあります。あとは、目尻にボトックス打ったり、アンチエイジングはしてますかね。ボトックスとかみたいなシワ治療がたるみ治療として役立つこともあるんですか？結論から言うと、まず1個はスナップテストって言って、ここの皮膚のこのたるみをこうやってこうチェックするやり方があるんですね。まあ、我々医者側に皮膚のたるみ結構強い人だと、もうボトックス打ってもそもそももう皮膚のたるみが強すぎてボトックスがあまり効かないっていうこともあるんですよ。だから、まあ、ボトックスが無効っていう場合もあるっていうのが1個と、あとね、もう1個ね、笑うと眼輪筋という筋肉がこう収縮するんですよね。でこの時にですね、目のクマが笑うとポヨッと出るタイプの人と、笑うとクマが消えるタイプの人がいるんですよ。でこれはですね、私は何気なくカウンセリングの話しながら、目元の動き見ながらどっちか見極めてんですね。で笑ってクマが消えるタイプの人にボトックスで眼輪筋弛緩させるとクマがポヨッと出てきちゃったりするので、そこはちょっと打ち方を工夫しなきゃいけないんですね。逆に笑った時に眼輪筋の厚みが出て目袋が出ちゃうってタイプの人は、むしろボトックスを使うともうすごく綺麗になるパターンもあるので、この辺は医者の見立てによるかなと思います。ということで、本日は目元の老化現象について授業で解説をさせていただきました。本日も